イエイ。というわけで。というわけで。というわけで。なんだこの始まりは。まあ前回ね、あの0回っていうことで、じゃあ今回が1回目。記念すべき。記念すべき、はい、名前も決まってないけど。まだ決まってないみたいな。なんかこの間前回までに決めるって結局決まらない。誰も決めてこないっていう。いろいろ定まってないまま。そう。多数決にもなる。でもね、なぜ取り始まったんだぐらいで。なんでこの状態で取り始まったんだ。まあちょっとね、前回7月かな、うん、だったんで、ちょっとそろそろ取りたいなっていうのもあってね。そうね。取られちゃう。取られちゃう。まあ、いや、なんで始めたかって言ってもおさらいだけど、ライブの時に、まあ、あまりまともな MC をやらないんで、確かにね、その我々というキャラクターを補完するためにやろうっつうことで始まったんだよね。そうですね。そうですね。はい。ところがちなみに、そのラジオ前回の撮って以来ラジオのことを全く考えてない、ラジオのことを考えるのもそれ以来ぶりっていう。はいはいはい、うんダメな会議っぽい感じで、だからよってタイトルもまだ決まってない。あー見切り発車。やめて。怖い怖い怖い。ホニャララジオ。ホニャララジオになってきて、まあそう、まあちょっとここで、あの前茨城放送とかで出た時もちょっと言ったんですけど、ここでちょっとバンドの我々の名前イーメルっていうバンドの名前なんですけど。由来ですね。由来ですね。あの、うん、イムにしようと思うんだって鈴木君に告げられた。おおうっていう感じであったけど、また改めましてなんかそのあたりを聞ければと。あの最初は眠いっていうバンド名にしようと思ってたんだけど、どういうなんかネット上でまともに活動していないバンドで眠いって名乗ってる人がいて、で大丈夫ですそれ。でその時にあのインウェウをローマ字で書くと眠いをローマ字で書くと NEMUI を、ひっくり返す、180度、ひっくり返すっていうのは、そう180度、うん、回転させる、回転させる、回転させると、まあ要は、まあ、強引ですけどインウェウっていう風に読めなくもない読めなくもない、あなるほどなるほどって思う人いるけど、うん、まあでも結構いい名前、そう、最初の頃はね、あの俺友達にイングウェイって言われた。イングウェイ、イングウェイ、みやびな、そうそう誰もハイライが高貴な、高貴な感じ、高貴な感じ、イングウェイ、あとはね最初やっぱ読めない人多いよね、うん、インウェイ、まだ発音できない、あインウェイって言われる、インウェイってはよく言われる、あそうなんだ、インウェイ、あとインウィグは一人だけいるよ、インウィグ、インウィグっていう、お客様の。そう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 、あのちょうどバンドの名前決め始めようとしてる頃に俺サッカーが好きになった頃 でその当時あのバルセロナにいたダニエウ・アウベスっていう選手がいるんだけど絶対みんなダニエルって呼んじゃうんですよ。あ、まあ、エルだ、そう、ダニエル、ダニエル・アウベスっていうんだけど、でも実際はダニエウっていう名前で、はい、でそのエウっていうのとインウェウっていうその音声的なところが、それ初めて聞いた。嘘ついてない。本当嘘ついてない。今初め、結構初めて思いついたみたいな感じじゃない。そんなことない、そんなことない。だってLじゃないでしょ。そんなことない。いろいろな、なことない。いろいろリンクさせるには雑じゃない。いや、その当時の俺に聞いて、そう言ったから本当。まあ、そう。嘘だ。そうだから、まあそういうのもまあ手伝って。インウェウっていう風な名前になったと。カタカナで書くと
いんう小さいえうですね。あ、そうです、はい、皆さんツイッターとかで書くときはそうですね、その通りに書いていただけると、うん、いや名前で引っ張るね、すごい。でもさ、きっとみんななんて発音していいかわからないから結構名前書くとき困ってる人多いよね、きっと。まあ、ね、紹介できない、紹介できない。そう、このバンドこのバンドっつって紹介できない。そのまま書いてくれるとこう英語サーチもはかどるんで。確かに確かに。シャッツで、あとなんだっけ、バンドの、あ、ちょっとそもそも論していい？あ、はいはい。なんで眠いっていうバンド名にしようと思ったの？なんでだっけかな、なんかね、いや、いいなって思ったんですよ、パッと思って、そう、眠いっていいな、なんか記憶に正しいかどうかわかんないんだけど、なんか最初の頃を聞いた時になんかさ、最初あれだったんでね、鈴木くんと小堀くんが2人でやってたんだっけ。そうね。でそこに俺が呼ばれて3人編成になって、で次に梶間くんが呼ばれて、で次に最後高高さんっていう中で、この3人の段階だったんだけど、なんかなんでかうちらの癖ですよ、集まるたびに眠い、あー眠い、マジ眠いって言ってるから眠いみたいなことを聞いた記憶があるんですが、それは正しいんですか？そんなこと言ってましたっけ？なんかそんな、だから俗だから、そんなになんか寝れてないみたいなバンドで。それは違う、私の記憶違い。俺は一回も言ったことない。あ、そうですか。あ、どうしよう。ガセだ、ね、今のガセだ、ね、あんまりみたいなイメージ悪くなるじゃないですか、そんな。あ、ちょっと僕の記憶がちゃんと正しくなったんで、これで俺的には良かった。言ってたっけ、そんな。言ってないですか？ただ俺日本語がいいと思ってたの。眠より腹減ったの方が多かったけど。あの、日本語がいいと思ってたのは確かで、まあ、結果日本語になってないんだけど。確かにね。東京事変がかっこいいなと思って、バンド名として。ほう。はいはいはい。そう、まあ、日本語がいいなと思って、っていうのが最初あったかな。で眠いっていうのがなんかあったんだけど、まあそういう理由でこうなったって感じです。東京事変から眠い行くのすごいけどね、うん、なんかね、漢字がいいなと思ったんだよね、あ、漢字なんだ、そうか、すごい眠いなんだ、眠い、うん、そう、へぇ、漢字、それはそれで面白い、眠い、全然違ったバンドになりそうだね、うん、はい、僕もそもそも理論で質問があるんですけど、はいはいはい、なんでインストバンドをやろうとしたんですか？そっか、そんどころだ、そこか、え、でもなし、それは確かにそうだね、いや、まあ前から言ってもね、それに関してはね、歌えるやつがいねえからっつって嘘あ、ごめんごめん、あのね、ちょっと今説明が足んなすぎるんだけど、まだ2人でやってた時に、うん、2人で何かやろうってなった時に、歌う2人だもんねみたいな、歌えないよね誰もねみたいな、2人だもんねっていうので、いや、新しく誰かボーカル入れっかなみたいなノリでもねえしなーみたいな感じじゃなかった、ね、その次に招集されて俺も歌えないしな、いやいや、まあ歌ってほしかったんですけどね、いや、まずじゃあインストっていうところで言うと、はい、最初小堀君と俺が前にやってたダニズコークっていうバンドがあって、うんうん、それもインストだったでしょ、はい、うん、まあ、たまに歌ったりしてたけどね、なんか歌っつうかなんか声出してたよね、なんかね声出ししてた声出ししてた、でそれはミートに前アートワークスギャラリーっていうところで、クリスマスの天井をやってて、でそこに僕と小堀くんが、なんか BGM っていうかそういうのやってくれないかっていうところから始まってる、ダニーズコークっていう前の前身っていうわけじゃないけど、そのバンドが始まったきっかけ、うん、そうで、その時からインストがまあいいなって思って、で、うん、そうだ、そこからだね、なるほど、そこからか、そう、だからもっと前から俺話し、あ、そう、でもそのさらにその前のダニーズコークだと俺は歌ってたからね、歌ってたか、うん、俺なんかごめん、勝手に忘れてた、歌ってたとか完全に忘れてた、 MD のやつですか、そう、あ、 MD? MD で本当歌うなら一人だからね、もうダニーがね、そうだね、本当に辿っちまうとね、そうだね、一人から始まって二人三人じゃソロワークからだんだん増えてって、まあ一回ね、そうそうそう、ダニーズコークっていうバンドがそういうことになり、一人からそれになり、一回それがなくなり、
で、イムのね元になってったとか。そう、ちなみにあの向こうに視聴者がいるっていうことすっかり忘れてましたけど、あのダニーズ航空のシリーまだありますからね。あ、そう、あるまだ売ってるんで、それはもう、ライブ会場で売ろうよ。いいのかね。興味がある方はぜひお声掛けいただければ。全然ね、この散々話題に上がってて何そのバンドっていう方もいると思うんですが、ぜひヒジディがあるんで、プントで売ってます。あ、そうなんだ。ありがとうございます。じゃあぜひプントに。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとだけある。よろしくお願いします。あとはあれか、メンバーの出会いの話とかしといてもいいのかな。ああ、いいね。なんか語り尽くせるかな、残りの時間で。残りってこれ何分取るの。まあまあまあ制限時間なんか、あとまあ10分ぐらい取れるかなって思ってる。あ、そういうことか、うん、と、まあそうだね。そうだね。小堀くんと俺は高校ぐらいからの付き合い、ね、で、ちなみに高高さんとは俺も高校生からの付き合い。そうで、小堀くんと渡部さんは大学で、まあ同じ音楽をやって、サークルだよね。サークルね。サークルでこう知り合って、その時からちょっとバンドを組んでたりしてた。で最初梶間くんってさ、はい、俺ら、まあ、そのライブを見に来てくれたのは抜きにして、うん、最初に接点持ったのって誰だったの。コールさんですかね。俺っけ多分。あ、スタジオ で。ああ、そっかそっか。ああ、でもそんな感じかもしれない。そんなにガッチ話すってわけじゃねえんだよな、確か。音楽スタジオに知り合ったのは俺の方が早かったけど、多分仲良くなったらダニーも早いと思う。そんな感じじゃない。なんか一緒に入ろうぜみたいな。かなり急に。ダニーって鈴木君のことですね。うん、まあ急でしたね。かなり急にね、スタジオ入ろうよみたいな。ああ、突発でかなりさせる。あ、マジでみたいな。あれ、あ、そうなんだ。スリップノットの話題で盛り上がったのはそのタイミングじゃないですか。あ、そのあたりの下りを。そうか、カウンターでしたね。先輩のカウンター、先輩山スタジオのカウンターでスリップノットは、あのガーってなんかお題みたいな感じでスリップノットは、いや、これ結構面白くてよく覚えてる。スリップノットは3枚目が思考っていう話ですか。ああ、まあ、そうかそうか。なんだっけ、スリップノットはポップミュージックだみたいな感じで。ああ、そう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 。ああ、そうそう。あ、それだ。それは結構、うん、あと、じゃあさ、その発言は結構あの敵を生みやすい発言なんではないかと思って。ああ、私結構やっぱその後ツイッターでフォローしてるもん。あの、そう、そう、鹿島くんと仲良くなったのはスリップノットはそのポップだっていう話をしたんだけど、これポップって人それぞれいろんな定義があるから難しいんだけど、うん、まあ、俺が鹿島くんがいいなって思ったのが、その多分ポップっていうものに対する考え方が多分近くてだと思うんだけど、うんうん、まあ、ポップっていろんなその定義あるかもしれないんだけど、まあ、割と曲の構成が結構重要だと思っていて、うん、でスリップノットってすごいラウドでヘビーな音だけど、実は曲の構成っていうのはすごいポップソングスに近いしっかりとした構成がちゃんとある。イントロがあって、A メロがあって、でその曲の構成の枠に、ハードな音を、乗せてる。でしかもちゃんとあのメロディアスな部分もある、うんうん、っていう意味でのポップ。そう、聞きやすい。そう、うん、僕もあんまりあのジャンルのバンドとか知らないけど、スリップノットはちゃんとしっかり CD 持ってるからね。もう欲しいと思って買って。そうで、あ、じゃあ結構曲に対する捉え方っていうか考え方が近いんだなっていうところで、こう一気にグッと俺の中でも距離が一緒にやたりに入るっていう。やっと俺納得いったやっと納得いったわ。だって、あと俺始めた時だって7弦ギター持ってたからね。そうでしたっけ。よく入ったな、7弦ギターを。あ、でも俺多分普通に6弦持ってきましたよね。だからもうそう、一緒に入った時は6弦だったけど、初めて会った時は7弦だった。どこ行ったのか分かんないんだよな。そういう出会いが。で一応こう、うん、俺を中心に
そうね、まず、まあそうだね、2人でやってて、まあ幸い僕が昔小堀くんとやってたバンドを鈴木くんがまあ一観客として見てくれてて、そこからちょっと分かりづらいかもしれない、ね、そこからお声をまずかけていただいたんでね、ベース弾いてくれませんかって言われて、で入って入るようになったら、まあさっきの梶山くんとの出会いの話の後だけど、渡部さんいいギター見つけたんでって言って梶山くんがうーすって入ってくる、おーみたいな、どうも初めましてみたいな感じだったよね。あ、そうか、その時が初めましてか。そうそうそう、そうか、めっちゃいいギタリストいるんですよ渡部さん。おマジで？そう、うっすって感じで入ってきてないと思う。多分そうだね。完全に今も完全に今のイメージ。もうちょっとその時高校生だもんね、だってね。あ、そうっすよ。ね、高校だ。あの時高校生です。あ、違う。あれ？高校生？大学生卒業してた。そうかそうかそうか。でも19とか18くらいの時ですからね。そんな嫌ですよ、18、19でうーすとか言って、なんか始めましたの場で、すごいね、そう考えるとすごいな。で、コウタカさんの加入は、コウタカさんは、そもそも僕、その芸術館の界隈でお知り合いだったんですけど、梶間くんがその当時、そのバンド2つやってて、で、うん、僕らのライブの時にちょっと予定が重なって出れないと、はい、で、なった時に一回前のバンドでコウタカさんとセッションしたことあって、でちょっとコウタカさんいいんじゃないかなと思って、梶間くんが出れない時にコウタカさんをちょっと声をかけてライブ一緒にやったんですよ。すごいよね、うん、そう、サポートでそういなくなったギタリストを補充するんじゃなくて全然違うパートを持ってバイオリン面白いけどね、結果ハマったし、ね、そう面白かったけど、すげえ発想だよ。ビビりましたよ最初。何こと言いたい。まあいいね。スタジオ入った瞬間にだってバイオリン。もうなんかもう一つのバンド忙しくなってしばらくスタジオ以外の方入れなくて、で久々に入ってたと思ったら全然知らない人いる。初めてなの。確かにバイオリンみたいな。何もこの3人とはずっと、うん、知ってたから。うん、確かにね。とかなんか新しくなんか新しい人入るよとかそういうのもないし、何もなかった。何もなかったね。あの頃の連絡の取ってなさたるよ。半端ないのやばい。うん、半年以上取ってないとかありました。全然。いやでも結構曲さ投げっぱなしっていうかさ、適当に合わせてくださいみたいな。あるよね。ある、そういうとこある。もう出来上がってる曲にどうしたらいいのかなみたいな。うん、あんま言ってくんない。そういう、そうぶん投げだから、ね。まあ、岡島くんが入ってきて、で5人でやるようになってからちょっとだいぶ、うん、まとまってきた感じ。そう、それもねかなり探り探りで。まあそうでしょうね。多分鈴木くんもどっちにしようかなと思ってた。どっちにしようかなっていうのは。バイオリンなくてもいいかな、入れようかな。ああ、でも確かにあったんだけど。あそこ多分ね、梶間くんもね同じ、その時にねなんか同じ発言をしていた曲があるんだけど、梶間一梶間一の時っていう曲ね。せめてここではちゃんと曲名を言ってあげないと。螺旋っていう曲、あの螺旋の、ね、サビの時にタカ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 タかな。だからそこでも全然吹っ切れたっていうか、あとはまあ、コウタカさんバイオリンっていう楽器持ってずっと長いと思うんですけど、まあ上物じゃないですか。ずっと上物をやり続けてきた人っていうのが俺の中であったから、まあいけるだろうと思ってたのはあったかな。まあ結果的にね、すごいしっくりくるサウンドに今はなってるよね、5人で。
立ち位置みたいなのが見えてる感じしますよね、まあ、しっくりきたっていうのもあるだろうし、5人でやってるからこうなってるっていうのもあるだろうし、こんなになると思ってないよね。やっぱりこうバイオリンがいるバンドってすごい珍しいねって言われるもんね。まあ、まあそうですね、そもそもバイオリン人口が、まあバイオリン人口はいるんでしょうけど、結構、うん、多いけど、世界バンドやってる人は少ないですよね。変わってる、うん、違うからっていうところなんでしょうかね。まあ、いや、あのぜひ PA やってる方にもし聞いてる方がいればお願いしたいですけど、上物はフラット3でお願いします。フラット3で、フラット3で、出ないでね。そう、音の話。そう、よくなんでいきなりここで要求したのさ。すごい収集がつかなくなってきた気が。アンサンブルズバンドだからね。そう、そう、うん、あの上物、そのいわゆる歌、歌って歌のパートはいないんですよ。うん、確かに。そう、歌っていうパートはいない。アンサンブルで見せていくバンドなんで。うん、確かに、うん、そう、上物で言ったらフラット3だし、上物で言ったらフラット3だ。いや、サッカー分かるけどね。いや、言いたいことは分かるんだけど。そうそうそう、なるほどね。そう、あの足し算引き算で見せていくバンドだから、うん、まあ、はい、とまあそんなこんなで話はつけないですけど、まあでも、ええ、結構バンドの名前の由来からメンバーね、結成話までいけたよね。なかなかあれだったんじゃないでしょうか。取れ高があったんじゃない、取れ高があるのかい、そう、あるのかな、まあ、これを知っといてほしい、知っといてほしい。そう、ぜひあの2回目何の告知もせずに録音しちゃったんですけど、あの前さ、イーベルに聞きたいことがあったらハッシュタグをつけてって言って、あれすごい待ってたんだけど誰も何も聞いてくれなかったからさ、ぜひまあこれを聞いてね、気になったところがあったらなんかこう聞いて、ぜひぜひぜひ欲しいなと思いますので、好きな食べ物とかそういうのでもプライベートなこと、いいね、そうだね。あとライブ来てください、はい、ライブに、そうだね、ライブに、ライブ、あ、ライブ、ライブ、じゃあとりあえず喫緊のライブは詳しくは、ウェブで、ウェブで、あのフェイスブック、これもそう、そんなことです。そう、でもさ、ほら、これ詳しくはウェブでにしとけば、これ1年後聞いた人も確かに、ね、またウェブを見るって思うでしょ、使い直しで聞くからね。そうそう、直近のライブを言ってしまうと、確かに、なんでやってたのか、詳しくはウェブで、公式ホームページもしくは Facebook もしくは公式 Twitter で、うん、ですね、そのっていう形で、うん、はい、完璧か、公式つか一つしかないですけどね、ボソッと、そうそう、ボソッと、ボソッと、先生やめてよ。というわけで、で、はい、はい、今日の番組は終了ですね。はい、はい、じゃあまた撮りますんで、はい、またお会いしましょうと。はい、ということで、はい、グッナイ、グッナイ、See you See you